新宮鉄道。新宮鉄道は、和歌山県新宮市と東室郡勝浦町、那智勝浦町を結ぶため建設された、鉄道路線及びその運営会社である。1934年、昭和9年に国有化され、現在の西日本旅客鉄道、JR 西日本規制本線の一部、新宮駅紀伊勝浦駅間となった。昔の熊野の交通手段は回路掛掛物道しか、 なかった。明治に入っても海岸戦争に、熊野那智をこそ山系のための人力車が通れる、程度の道しかなかった。熊野川流域は、林業の盛んであり、伐採した木材をいかだ組んで流し加工の、新宮港より小船で、大阪、東京へ出荷していた。しかし、新宮港はサスで塞がるなど、大型船が入港できず支障があり、庭機構も停泊に不便であった。 そのため、材木商らにより大型船の入港可能な、勝浦港までの鉄道建設計画がたびたび、なされてきた。まず1899年、明治32年1月、新宮鉄道発起人、辻野総兵に対し、新宮勝浦間鉄道伏設仮免面状がカ付される。資本金は、東、西室郡の会社の中で最も大きかった。 シングル銀行の25万円より多い4万円であった。木材輸送と熊野那智大社への参拝客輸送を目的としたが、木材省の賛同を得られず、本免許の申請を行わなかったため、1902年、明治35年に失効してしまう。同年には、新宮グ浮井間を馬車鉄道で結ぶべく測量を始めたが、間もなく中止してしまった。1907年、 明治40年になり、津田長志郎と新宮水栖、1900年、明治33年開業の役員らに対し、新宮電機機動鉄道布設仮面状がカフされた。しかし、動力に多額の費用がかかり、主要の貨物輸送に支障があることから、この出願を取り下げて、新たに普通鉄道として出願したのが、新宮鉄道株式会社であり、1909年、 明治四十二年になりかり免許状がカフされた。しかし、資本金六十万円の新宮鉄道株式募集は、かんばしくなく、津田は、熊野実業新聞主筆に対し新宮鉄道の、株式は万株に近いと宣伝するようたびたび命じていたという。こうして、株式募集に励んだ、結果、総株が引き受けられることになったので、1910年。 明治四十三年四月二十七日に、新宮鉄道株式会社は設立され、本社は新宮市に置き、社長に津田長主郎が就任した。九百十一年、明治四十四年五月に着工し、九百十二年、大正元年九月二十一日、暴風雨により初見造物及び組み立て中の車両に、被害を受けるなど工事が遅れたが、十二月四日に、 勝浦ラ駅三輪崎駅間が開業。1913年、大正2年3月1日、三輪崎駅新宮駅間が開業し、全線が開通した。1914年、大正3年、勝浦ラ港に木造の浮き桟橋が完成し、基船が横付け接岸できるようになり便利になった。1915年、大正4年に、軽便鉄道補助法による補助を申請したが、 業績好調のため却下されている。反面、鉄道開通により、大阪商船の大阪三輪崎線の勝浦、三輪崎間が廃止されたため、三輪崎町の収入が4割減になった。主力である木材の輸送は概ね好調で、1916年、大正5年から1917年、大正6年にかけては、第一次世界大戦の影響により、1923年、 大正12年には、関東大震災発生により、被災地への輸送、さらに台湾向けの木材輸送が増加して1933年、昭和8年度の貨物収入は126,672円となり、過去最高を記録した。このように、貨物輸送が好調なので、1920年、大正9年と1927年、昭和2年に、 勝浦港の三橋の増設工事がされた。また旅客輸送も1923年に佐野村駅に列車交換設備を設けて列車を増発し大阪商船と旅客手荷物の連帯運輸を開始した。1925年大正14年福井駅智駅間にくじの川駅を設置した。また那智山への延長を企画し1920年8月に 鉄道免許状がカフされ、40万円増資し100万円としたが、着工できず、1926年、大正15年に免許執行となった。1929年、昭和4年、三条自動車が、新宮勝浦間に乗り合い自動車業を開始した。新宮鉄道は1930年、昭和5年にガソリンカーの運転を開始して、運転本数を増やし、 速度を向上させ対抗した。1933年7月に、規制線建設推進のため、新宮鉄道を国有化すべく、社長の松江武次郎より、鉄道大臣宛に、買収の請願が行われた。規制鉄道建設は1910年、明治43年、第26回帝国議会に、山口熊野、尾崎幸浦和,和歌山県、 三重県選出の大議士により提出され、第27回、第28回と続けて、衆議院を通過したものの、すべて貴族院で否決されていた。ようやく1919 19年、大正8年、第41回帝国議会の協賛を得て、1919年度から10カ年計画で着工されることとなった。東西両端から建設することになり、まず1920年、 大正9年東線第一航区の大岡駅、土地原駅間の着工により規制線の第一歩となった。一方、再線は1921年、大正10年、第二航区の君寺駅、鴨越駅間が着工された。規制東線は1923年、大川口駅、土地原駅間が開通。規制再線は1924年、 大正13年和歌山駅、三島駅間が開通。以降両線は、延伸都度開業を繰り返した。しかし、時の政権の事情により建主改め重化改め主立重に目まぐるしく方向が変わり、新宮まではなかなか到達しなかった。関東大震災後の加藤公明内閣は、改め主立重であり、規制線の完成予定年度は1929年。 昭和4年から1935年、昭和10年へ繰り述べられてしまう。1928年、昭和3年、田中義一内閣の小川平吉鉄道大臣が、奇襲入りの際に、新宮中間気候ならできとの発言もあったが、次の浜口内閣は不況による、緊縮財政のため完成予定年度が1935年から1941年、昭和16年へと、 再度繰り述べられてしまった。こうした状況に対し、地元では、新宮中間気候の促成運動を繰り返していたが、ようやく1932年、昭和7年10月に、キーカ通ー駅、串本駅間が着工した。こうして、先の松江社長の買収請願を受けて1934年、昭和9年第65回帝国議会に、 新宮鉄道ほか三鉄道買収に関する法律案が政府より提出された。3月27日法律第16号により買収されることになり、7月1日国有化され、規制中選となった。買収価格は243万3622円、交付交際額254万2375円、職員91人が大阪鉄道局へ引き継がれた。 国有化後、旧新宮鉄道の路線は改築工事がされ、旧路盤は60%程度、残りは、水道橋梁の新設及び、勾配緩和曲線改良のため線路変更がされた。1935年、昭和10年に、伊勝浦駅、下里駅間、1936年、下里駅串本駅間が開業。1940年、 昭和15年、串本駅と帰省再線向重駅が接続し、ようやく離れ小島が解消し、線路名称は帰省再線となった。同時に、新宮駅、木駅元駅間が開業した。しかし、帰省東線大和線駅までの延長は水道を含む南区間であり、太平洋戦争の影響で1941年に工事は一旦中止となり、 規制本線の全通は1959年、昭和34年となる。なお、小和瀬駅、木域元駅間には1936年より、矢野古峠経由の省営自動車、機南線が連絡しており、所要時間は2時間50分であった。他の路線との接続がないことから、開業以来ね、自式連結機、螺旋連結機が使用されていた。国有化後、回路により、蒸気機関車、 C11 系、ボギー客車やガソリンカーが持ち込まれて、旧新宮鉄道車両は淘汰され、小鉄色が濃くなっていったが、連結機はそのままだった。開業時は、鉄道員により払い下げられた1.2が用意された。その後、1913年、大正2年に3を、1920年に4を、1922年、大正11年に5を申請し、 1929年、昭和4年港鉄道より6を譲り受け、1933年、昭和8年に日本電力小川水力電気より7を譲り受けした。1930年度にキハ201、松井車両生、定員60人を購入。1931年度にキハ202、松井車両生、ボギー車、定員80人を購入。 同年度にキハ203、松井車両製、ボギー車、定員80人を購入。1933年度に、普南鉄道よりキハ204.205、日本車両製造製、ボギー車、定員78人を購入。また1934年、昭和9年、ハ22をガソリンカー専用付随車としている。開業時は、 新宮鉄道工場制とされる木製四輪、客車7両、派1から7派11から17であった。1917年、大正6年木製四輪、客車6両を南海鉄道から購入し、うち2両は特等室を持つ車両、路1、路派1派13派23でこれにより、特等の運行を開始する。また三両の手荷物車、南海鉄道に一二二二四は、 有害貨物車扱いとした。1923年、大正12年秩父鉄道から木製4輪、客車3両を購入、波9から11波19から21した。1926年、大正15年に木製4輪客車を南海鉄道から購入、路にした。1926年、大正15年11月に、作鉄道より木製4輪客車。 元工部鉄道電車を購入、派14から16派24から26。1928年、昭和3年に、木製ボギー客車、歩派101歩派102を導入した。国有火事に二軸客車16両、ボギー客車2両が引き継がれた。海板はされずの地にほとんどは払い下げられた。廃線になるまで使用された車両もあり、月は、 博物館、明治村で胴体保存ている。買収時は夏季の63両。開版はされていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。